新直線和歌集は、十三代集の最初、通算で第九番目の直線和歌集。別名に宇治川集があるが、宇治川はその助手となっている、物ののの八十子画から、武士のことを意味しており、これは、武家の歌を多く選んだ一方で、鎌倉幕府に遠慮して、言葉院や淳徳院らの歌を排除した戦者の藤原、帝下に対する非難の意味を込めたものである。 上映元年6月13日、ご堀川天皇の加盟を受けた定価が単独で宣伝を開始。その直後に、史上天皇に上位したご堀川は2年後に崩御してしまうが、その後も九条同化、教授不死の公演で、編纂事業は継続し、文略2年3月12日に完成し総上。彼女も、定価筆。20巻、伝本によって仮数が違うが、 1370指教、ある。武立ては、式が、器量仁義借教、恋、雑の順に並び、従来の二十巻の直線集において独立した巻を、持った、相性、離別の項目がなく、それぞれ造化、器量に吸収されている。最多に衆家人は、藤原家隆で、九条義経藤原春勢、西恩寺君常、寺園、源、 サネとも九条道家、アスカイマサがそれに次ぎ、帝家が飛行を受けた九条や、西園寺家の危険の日周が目立つ。他に、北条康時ラブ家家人の歌もある。上級の乱五流刑地にあった、大家人の後鳥羽院と淳徳院の歌は、鎌倉に遠慮して除外されている。藤原家高や源のサネともを高く評価する、傍ら、自身の歌の日周を、 最小限に抑えた低下の態度は興味深い。新直先週は華やかな深古根調から一転して平面古坦な思考に走り低下万年の好みを伺わせる。その保守的な花風は二条派に身として尊重され中世和歌の手本となった。ありがとうございます。